はい、こんにちは、ダイワスタッフのトデと申します。23年、ニーサンエアリティ、ダイワの目玉商品発売いたします。今回のニーサンエアリティなんですけれど、最大の特徴といたしまして、最高の軽さと強さ、それらを両立したリールとなっております。この軽さ革新的、この強さ革新的というキーコンセプトをもとに開発してまいりました。まず軽さの部分でいきますと、エアドライブデザイン、こちら22グジストから展開している設計思想なんですけれど、意のままのルアー操作を実現するための設計思想といたしまして、リールのフロントユニット、ローター、ベール、スプールといったところを軽くしております。こちらフロントユニットを軽くすることによりまして、持ち重りですね、持ち重りが軽減されるといったところがあります。実はスピニングリールってフロントユニットが結構自重ありまして、 前かがみの持ち重りのするような姿勢だったんですけれど、フロントを軽くすることでよりこのバランスを水平に近づけることで、例えばルアーを操作するシェイキングやジャークするような動作におきましても非常に軽快な動作ができるところと、あとキャストなどの動作におきましてもより振り抜きのいいシャープなキャストができるといったトータルのメリットがございます。そして最大の特徴でありますエアドライブローター、こちらローター見ていただいたら独創的な球体形状をしているんですけれど、球体からそのまま切り出したかのようなデザインで、非常にライントラブル等も少なくなっております。外観におきましてもネジのないビスなし外観といったところもライントラブルレスにつながるといったところがあります。そしてこのローターが約 16% 軽くなることによりまして、こちら定感性化されるので巻き出しが非常に軽くなっております。この巻き出しの軽さがまたさらに操作性の良さにつながるといったところになります。そして強さの面になります。革新的な強さはこちら、一体成型のフルメタルのモノコックボディ、そちらに大きなギアをねじ込んでアルミのエンジンプレートで蓋をするという完全金属のボディがなせる剛性の強さといったところが特徴になります。そしてドラグに関しましても22グジストで搭載した新しい ATG タイプ L といったものが入っているので、より初動レスポンスが良くなっているので、ビッグフィッシュがかかっても安心してファイトがしていただける仕様になっております。こちらニーサンエアリティ一押しですので、ぜひともチェックしてみてください。一番気になったのは 145g っていうのを、そういうメタルとかも要所要所に対応して、それってのは今までリールっていうと 200g 前後、125とかだったのが、ここ数年で一気に 140g 台っていうのが見えてきたなっていうところで、これ大丈夫なんですか、強度的には。まあ大丈夫ということで、2000番で 145g、2500番で 150g、やってるんですけれど、こちら、各地のフィールドでしっかりとテストしてまいりましたので、剛性面大丈夫です。やっぱり台はフルメタル、金属製のマグネシウムのボディ使ってるといったところで、剛性もめちゃめちゃ強いですし、ローターにおいても、非常に強い、金属に匹敵するような、ザイオンというカーボン繊維樹脂ですね、こちらを使うことでグッと押し込んだ時も非常に強いところで、耐久性、防水力においてもマグシールド、ピニオン部とラインローラブに採用しているので、防水性も非常に強いといったところで、自信を持ってタフに使い込んでいただける軽量機種になってます。ちょうど今横に以前の機種、そうですね、はい、こちら21のルビアスエアリティが今回23のエアリティになってます。一番端的に言うと、今ちょうど2台あるんで、ここが一番進化したよみたいなところ。はい、こちら後ろから見ていただくと、ローターですね、ローターが全然違うローターになってるんですけれど、エアドライブローターという新しいものを使うことによって、やはり操作性、ライントラブルのなさといったところにつながっているところになるんで、これが一番のポイントです。こちら
巻き出しが非常に軽いんで、ストップアンドゴーなどの動作するときに、新旧モデル比べていただくと、全然明確な違いがあるといったところを体感していただけると思います。重量バランスも、フロントが軽くなることによって、改善されているので、実調では、5g の重量差以上の軽さといった操作性の軽さも感じていただくことができると思います。機種としては、はい、もうトラウトから海まで、ね、大体どの釣りでも、はい、これで番手選べば、そうですね、番手といたしましては、2000番サイズから今回新たに5000番サイズまで 5000C というサイズまでやってるので、はい、まあ、缶釣りから、メバリング、アジングといった超ライトライン使う釣りから、P ラインの 1.5 号や2号を使うようなライトショアジギングまで幅広く対応するラインナップになっております。岸田と関東でブラックバスをやる人がよく見てくれてるんですけども、はい、おすすめのモデルとかはどれになりますか？はい、ありがとうございます。関東でバスされるんでしたら、ちょうど今持ってる番手 LT の 2500SXH、 こちらが一番人気のモデルになってます。弊社の契約プロも、大概の多くの方がこちら使われてますね。ドラグがマックス5キロ、自重が 150g といった機種になってますので、こちらバスでメインで使われる、まあ、4ポンドのラインだとか最近多い B の 0.6 号とか 0.8 号といった釣りでは、この辺の番手が非常に使いやすくなっております。ちょうどタイミングとしては、シマノではバンキッシュ、はい、なんか新しい機種が、登場ということで、そこら辺とどういうところで、はい、ちょっと、他社さんとの比較なかなかしにくい部分、はい、我々としてはございますが、はい、我々の一番のルートしましては、フルメタルのモノコックのよる剛性、それでいてこれだけ剛性が高いのに 150g の 2500番というところ、さらに操作性の向上といったところ、この辺が我々との売りとなってますんで、ぜひともチェックのほどお願いします。すいません、ありがとうございます。